写真拡大。日本ハム平沼翔太内野手22が27日札幌市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、今季年俸570万円から420万、彼女もいませんから貯金します。プロ4年目の今季は自己最多73試合に出場して打率236、1本塁打16打点、プロ初本塁打初打点をマークし、来季は遊撃のレギュラー奪取を狙う。年俸が増えたのは単純に嬉しいですけど、まだまだ通過点だと思っています。敦賀気比時代は第87回選抜高等学校野球大会でエース兼4番として全国制覇に貢献。抜群のポテンシャルを誇る若武者が北の大地で大輪の花を咲かせる。